AFCU23 アジアカップカタール2024の準々決勝が26日に行われ、U23 イラク代表と U23 ベトナム代表が対戦した。サウジアラビアを抑えてグループ C を首位通過を果たしたイラクは、グループ D をウズベキスタンに次ぐ2位で通過したベトナムと対戦した。立ち上がりは拮抗した展開となったが、徐々にイラクが攻撃の圧力を強めていく。 16分には波状攻撃から最後はアリ・ジャースムが決定的なシュートを放ち、ゴールを脅かした。その後もイラクが主導権を握って試合を進めたが、25分にイラクのキャプテンを務めるムンタゼル・モハメドがハンドの反則でイエローカードを提示された。同選手は累積警告2枚目となり、準決勝は出場停止となった。後半に入り、59分に試合が動く。 ニハド・モハメッドがベトナムのグキクアン・バン・チュアンより先にボールに触り、ペナルティエリア内で倒される。VAR、ビデオアシスタントレフェリー、の介入で PK が与えられ、これをアリ・ジャースムが冷静に決めて、イラクが先制に成功した。時間をかけて試合を終わらせにかかるイラクは、89分にベトナムのグエン・マインハングの退場を誘発。 このまま1-0で試合終了を迎えた。勝利したイラクは、準決勝で U から23日本代表と対戦することが決定。キックオフは29日、月曜日26時30分予定となっている。スコア、U23 イラク代表 1-0U23 ベトナム代表。得点者、1-064分あリジャーシム、TK、イラク。